はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージュです。では今回はハーツオブアイアンを現代元日本プレイの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、内政の改善というかね、充実の第一歩として、生産ラインの見直しと、あとは来たるべき中国との戦争に備えた、特に日本海側、ここに対して防衛力の増強ということで沿岸要塞をいくつか建てると、まあ、ただし建てるといっても3年いや2年先の戦争に備えてというところなので、優先順位は低めですね。建設の優先順位を上げることはせずにそのままというところです。あとは海軍という意味では、建造されてきていた艦隊、艦船ですね、これをまとめて一つの艦隊、第8艦隊としてまとめました。なので今陸上、水上戦力としては第1艦隊から第8艦隊まで、全てに原子力空母を配備したという、なかなか強力な海軍を保持しているという状態ですね。で、第7艦隊に関してはちょっと弱いといえば弱いので、第7艦隊はですね、一旦呉の海軍基地に戻しましょうと。で、この後はこの第7艦隊の増強を行っていきます。で、代わって第8艦隊、これをしっかりと防衛のために繰り出していきましょうと。無人の戦闘機を生産していきましょう。まあ、ちょっと工場がねダメになっちゃってるんで、工場が回復してきてからということになるかなというふうには思いますが、まあ、その後は戦闘機、これ無人版も作っていきます。どうしても海軍のね、海軍交渉に数を割いてしまっているので、まあ、どちらかというと陸軍海軍でいうと海軍の方は、戦力がかなり充実しているものの、陸軍空軍が少し弱いかなっていうのがね現状の日本ということになっていると思います。
ちょっと待って、輸送船団むちゃくちゃ作ってるね。ちょっと一旦やめよう。なんでこんなに輸送船団を作ってるんだ、ここ。これってさ、強襲揚陸艦を作るんじゃないの、ここは。明らかにおかしいよね。いや、気づいてよかったな。輸送船団ばっかり作ってますね、これ見ると。ここは揚陸艦でしょうよ。ちょっと確認しますか、海軍の作っているもの。揚陸艦に母艦にコルペット、ミサイル巡洋艦に駆逐艦、潜水艦も作ってますね。輸送船団を作ってるけど、輸送船団はもういらないっちゃいらないんで、まあ一個だけ策として、ここだな。潜水艦にするのかフリゲート艦にするのか。コルベットはあるけどフリゲートは作ってないよね今。なのでこれフリゲート艦に割り振って、フリゲート艦を増強していこう。いや本当に今まで何をしてたんだっていうぐらいとんでもないミスをしてましたね。いや、見直し重要だな。よかったよかった。じゃあこれで足りなくなったクロムを南アフリカから追加で輸入していきましょう。いや、軍用トラックが本当にちょっとまずいよな。今の師団の構成は確かに機械化歩兵が多いので、まあ、軍用トラックがその分相当量必要になるというのはあるんですが、それにしたってっていう感じだよね。とはいえもう軍需工場を減らせるところないからな。ちょっとこれで頑張ってもらうしかないっていうのと、民需工場から軍需工場への転換もうちょっと考えていかなきゃいけないかな。まあ、戦争を始めるまでの1年10ヶ月後までにはこのペースで軍用トラックを製造していけば、備蓄はできないまでも補充は済みそうかな。
なので一旦目標はそこに置きましょう。あとは歩兵装備をさらに減らして軍用トラックの方に回しますか。これでしばらく生産のラインは固定できるかな。で、対中国っていう意味でのクーデター工作の状況を確認しておきたいけど、その前に未来型の戦車25式の戦車がここでようやく終わったね。なのでちょっと研究のライン、研究する項目の見直しと、あと生産のラインですね、まあ、あの固定は固定なんですけど、新しい世代のものにリプレイスをしていきます。MP は入れる意味がないって話でしたよね。なので、整備中隊を入れて、保存。で、今の兵員構成を見た上で、じゃあ何を研究するっていうところかな。潜水艦は先に進めちゃいましょうというので単純でいいですよね。ちょっと一旦時間を止めましょう。潜水艦を新しい世代のものへと生産するものを変えていきます。
今中国に対して行っているクーデターの扇動工作、これに対する装備が行き渡らないという話なので、今優先度を上げました。これでちょっと様子を見ましょう。で、整備兵は今見たところ入っていないんだよね。入れる必要があるかっていうところも含めて要検討だな。いや、整備兵いるっちゃいるもんな、ここには。だからこのまま行きますか。あとは歩兵装備だよね、今見た感じ。どうする？歩兵装備を作るためにまた何かを削らなきゃいけないと。いや、もう削れるところないわ。かといってクーデターが止まるのはちょっと見逃せないしね。歩兵装備の方に少し工場を回しましょう。いや、海軍は本当に自信があるんですけど、陸軍の装備を作るのに、まあ、今見てもらってる通り本当に四苦八苦というところですね。まあ、こっからしばらくちょっとね、こういう退屈な内政が続いてしまうと思うので、また雑談が多くなってしまうかなと思うんですけど、まあ、興味ない方たくさんいるとは重々承知の上なんですが、まあ、雑談にもね、お付き合いいただいて、なんかコメントかなんかいただければ嬉しいなと思うんですが、今ですね、まあ、約2018年半年が過ぎたというところで、まあ、毎月タイに遊びに行こうという計画は継続中です。で、一応ですね、タイ以外の国というところで言うと、今年は香港、あとは上海、まあ、上海は中国ですね。で、まあ、香港も、まあ、ある意味中国なのかな。入国とかは別ですけどね、中国とはまた。で、あとはパリ、フランスに行きましたというところで、まあ、忙しく飛び回っていた関係で、先週あたりは動画の毎日更新ができなかった時期もあったんですが、まあ、基本的に僕が海外に遊びに行くというのはタイがメインですというところで、この先の予定なんですが、一応6月の末に、また弾丸でタイの方に遊びに行きますというところと、あとは7月末ですね、ここもタイ、あとは香港あたりに遊びに行く予定ということで、航空券まで抑えてあります。まあ、本当にね、タイは日本と違って、いや、現地に住んでる人からしたら違うんだとは思うんですけど、もう流れる時間がゆったりのんびりしててですね、最高ですね。で、特にもう日本のようにせこせこしていない。せこせこっていうのはなんかせこいっていう意味ではなくて、せかせかの方がいいのかな、表現的には。普通になんかショップの店員とかも食事しながら接客とか普通にしてますからね。日本でそれやるともう大クレームになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、中国とかあとはタイではそれが普通なのかなと。まあ、行く店によってはね、そういうのが
ダメっていうようなところのお店だったり、そういう格式のあるところもあるとはもちろん思うんですが、僕が行くようなところはもう毎回そんな感じですね。あと肝心の夜遊びの方なんですけど、一番好きなお店はですね、もうスタッフに顔が割れてしまってるので、まあ、そこでちょっと火遊びというかそういうことがちょっとできないということで、新規開拓をこれからはしていく必要があるかなと。まあ、ただ僕ももう35で、昔のようにこう若さを武器に遊べる年齢では正直なくなってきているので、まあ、ちょっと何かね違うことを考えていかなきゃいけないのかなとは思ってるんですけど、まあ、その一つがですね、数年前からやっている肉体改造で、これはツイッターの方興味ある方もしいらっしゃれば見ていただければと思うんですが、なんとか体重60キロ、体脂肪 10%、これを目指して頑張ってるんですけど、基本的には自宅トレーニングなんで、なかなかね、進捗が悪いんですよね。まあ、とはいえこれをやっぱり30代のうちにしっかりやっておかないと、40代になるとさらに体が崩れていっちゃうんじゃないかなと思うんで、まあ、しっかりやっていきたいなというふうに思ってます。で、おしゃべりしながら時間を進め忘れていたので、本当に単純におしゃべりしただけの時間になっちゃったんですけど、まあ、ここでまた時間を進めていきましょう。特に工場がやっぱりね、繰り返しになるんですけど、数が全然足りないな。制作で一気に生産量を増やすようなものを取り入れていくというのもありかもしれないですね。とはいえ何かあるかな、まだ。まあ、このあたりは支持率の変化なので、そのまま甘んじて受け入れましょう。今欲しいのは生産のラインをね、もうちょっと早くするとかそういうのが欲しいんですよね。要塞への集中計画、これはすぐにやろう。この後要塞建てるので、まあ、まだまだ要塞を建てるところまで進んではいないんですが、
マレーシアの民事工場なんか将来的に軍事工場への転換を考えておきましょうか。機械化歩兵、機械の部分も全然直してないんですけど、まあ見てる人はわかると思うので、もうちょっとこのままにしちゃいましょう。で、問題はクーデター先導なんだよね。ここの装備が全然足りてこないわけだ。50% 以上ないと継続不能という話ですよね。なので、やっぱりこの歩兵装備だな。今、10個の銃。これを歩兵装備として生産している工場として割り当てているので、この数をもうちょっと増やしたいものの、今余裕がなくてそれができないと。で、かつ工場もすぐには稼働しないので、まあ我慢するしかないのかな。で、軒並み工場とかインフラ、これダメージ受けてるのは核を使ったことによる反動なんだよね、きっと。なので、ちょっとこれらの優先順位はごそっと下げましょう。まあ、海軍はね、再三言ってるようにかなり自信があるんですけど、で、いずれは徴兵制の復活も考えていかなきゃいけないかな。まあ、特に中国軍が強力なので、陸上要塞を建設して
そこで迎え撃つという形かな。でその時にはやっぱりクーデターを起こさせて、クーデターの勢力と結ぶで一緒になって中国軍と戦うっていうのが一番綺麗かなと思うので、まあ、そういう戦い方ができるようにクーデターの先導も進めたいんですが装備品の生産が追いついていないっていう状況なんだよね。民需工場から軍需工場への転換、これを少し考えていきますか。そろそろ時期的にはいよいよなんか戦時体制とか戦争優先という感じにもなってはきますが、ここまで大規模に転換するかっていう話は置いておいて、まあそれでもね、結局だいぶ先にはなっちゃうんで、この判断が少し遅かったかな。かといって要塞化計画を後回しにするわけにはいかないというのと、原子炉もうこれどんどん増やしていかなきゃいけないので、ここまでかな。まあもう民需工場を強引に軍需工場へと強制転換ですね。移動準備完了。準備よし。部隊によっては装備品もある程度行き届いてきている部隊も出てはきているものの、あるいはその手段の構成によってはまだまだというところもありますね。はい、ではちょっと今回あまり動きはなかったかなと思うんですが、しばらくこんな感じで皆さん退屈されてしまうかもしれないんですが、僕の雑談とかにもお付き合いをいただいたりですね、あとは動画のコメント欄でその雑談ベースのお話のご質問とかあればですね、いただければ動画の中でお話しできればいいかなというふうに思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。